こんにちは。オーストラリアアマゾン室サポート、堀秀夫です。今日は商品探し。オーストラリアアマゾン、あるいは世界のアマゾン、または eBay や独自ショップでね、儲かる商品を探すときに、どんな条件をクリアすれば商品が見つかるか、それについてお話し,します。結論から先に言うとね、もう初心者でも儲かる商品が見つかるのは、オーストラリアアマゾンだけです。 で、その、オーストラリアアマゾン、ね、えー、売り上げも、えー、とんでもない、えー、規模になることが予想されています。これね、え、オーストラリアの経済研究所の予測なんですけど、オーストラリアアマゾンは3年後の2022年には、オーストラリア第6位の小売業者になるだろう。オーストラリアアマゾン2022年の売り上げ予測は、6兆2400億円から7兆8000億円と。 80 100億億円から100億ドルにになるといいう,ふうに予想されていますこの数字は日本アマゾンの2016年の売上高1兆1660億円の6.7倍の売上規模ですでね日本アマゾン、まあ、こんなふうに、えー、売上まあほぼ右肩上がりに伸びてるわけなんですけど、まあ、ただ 日本アマゾンね、売り上げ大きくなり大きくなるほど儲けやすくなったかというと、まあそんなことなくて、日本アマゾンが一番儲けやすかったのは大体このあたり、ね、2016年の半分以下の売り上げだった2010年とか、まああるいはね、えー、半分近い6576円2010年とか2011年ぐらいが一番稼ぎやすかったです。これはね、売り上げが大きくなりゃいいってもんじゃないと。要はどれだけ えー、儲けやすいいいお客さんがいて、ライバルが、えー、少ないかどうか、ね、多いか少ないか、そういうのに左右されます。えー、それもなぜかというとですね、まあ、実は売上大きくなっても、ね、ほぼ市場を支配したなというところは、この、ね、企業の、えー、と市場の占有状態を見ると、もうこの辺ね、もうなかなかずっと使わなかった頑固物も使い出したとか、えー、そういう時期になってます。 でも、社会的認知はね、十分受けてて、まあ、成長は鈍化して、まあ、今までね、えー、使ってなかった人は、えー、使うようになってると。まあ、そうするとね、えー、正直、ね、ライバルは増えるが、ややこしい、えー、購入者は多くなるわで、まあ、売り上げがね、えー、成長が止まっちゃったこのプラットフォーム、まあ、プラットフォームってヤフオクとか楽天とかアマゾンなんですけど、 まあ成長の止まったプラットフォームってのは正直、えー、儲けやすい場所はないと。まあ、むしろトラブルだけ多いんでね、えー、どっちかっていうと敬遠しがちな大企業以外は手を出しにくいプラットフォームになります。まして、まあ、私たちのような小規模でね、えー、月何十万とかね、何百万ぐらい稼げればよしとする、まあ主に転売をやるセラーによってはね、まあもう用のない市場という形になってしまいます。 それ考えると、これから成長していくプラットフォームはもうオーストラリアアマゾンだけと、現在、市場にあって成長していくプラットフォームってのはもうオーストラリアアマゾンだけになっています。これらを踏まえて、ね、儲かる商品を見つけるために必要な要件を比べていきます。世界のアマゾン比較。アマゾンだけじゃなくて今回 eBay 独自ショップも比べています。これは儲かる商品探し、ね、そのためにクリアすべき条件です。 まず、アメリカアマゾン。アメリカアマゾンで儲かる商品を探すなら、高い目キき力と1000万円の資金が必要です。これね、もう転売じゃ、アメリカアマゾンだと儲かりません。儲からないっていうかね、転売でうまく儲かったなと思ったら、今度アカウント削除されます。まあ、なぜならね、もう、売転売の出品者は飽和してるんで、全くアマゾンが望んでないと。そうなるとね、 独自商品を開発する必要があります。これはもう転売でね、えー、やるのとは桁違いな資金が必要です。ですので、今からアメリカアマゾンに参入するには、まあ、メーカーになるかメーカーの代理店になる必要があります。まあ、高い目利き力が必要になるのはもちろんです。何しろね、転売の時みたくまず一つ買って様子見てなんてことはね、メーカーになるとか代理店になったらもう無理ですから、まあ、この商品作っていいのか。 あるいはね、このメーカーに保証金を積むなり、契約金を払って代理店になっていいのかというのをね、えー、見極めるきちんとした目利きが必要です。まあ、そんなわけで、資金も少額では難しい、ね。独自商品の開発、または代理店になる保証金で約1000万円は欲しいところです。これはね、1個商品開発したらそれがヒット商品になるとかね、1社の代理店になればね、その商品がバカバカ売れるということは、 ま、ほぼ100%ありえませんので、まあ、複数の手数を出すって考えるとね、まあ、逆に1000万ないんだったら手出さない方がいいだろうなというふうに思います。まあ、日本アマゾンの場合も状況はほぼ一緒。ね、あの、小売店前も壊してます。ですんで、高いメッキ力と1000万円の資金が必要です。さらに、ね、高い、さらに高いメッキ力が必要になります。アメリカよりも。 なぜなら日本の消費者は世界一商品品質に厳しいからです。これどういうことかというと、売れる売れないじゃなくてね、ある程度の人が買った時に、これクレームになる可能性がないのか。ね。箱とか性能とかね、そういうのでね、値段もそうですね。他より高いってだけで十分日本じゃクレームになりますからね。そういう面を全てクリアできるのか。 要はまあ、それ、それ考えてね、それをクリアする商品を探すっていうのは、まあかなり難儀ですよね。まあだからこそ、日本市場、ね、えー、日本、日本の会社はみんな苦労してるわけですし、まあ日本市場にね、参入した会社は撤退してるっていのはそういうことです。えー、日本市場で儲かる商品を見つけるのはかなり厳しい。それはアマゾンといえども例外でないということです。 じゃあね、えー、日本とかアメリカ、アマゾン。アマゾンの仕組みが飽和しやすいんだから、じゃあ eBay にしましょうと、ね、言ったとき。まあ e b はね、えー、確かにお金はそんなかかんないです。e b ベで儲かる商品を探すのは、人並み外れた根気があれば資金がなくても可能です。しかし、eBay セラーは世界中に大勢います。ね。また日本にも大勢のセラーがいます。そんな猛者たちと戦って高く売るわけです。 最低限ね、えー、見つけた商品、まあ、商品が見つかるっていうのはね、もう、あのー、まあ、日本市場ですから安い商品あるんで出していけばいいとして、ただ、ね、これ自分だけの独占商品だ、なんてことはありえないわけです。そうすると、最低限、画像とタイトル、商品説明を作り込む必要があります。まず写真。ね、売れるか売れないかの50%は写真で決まります。まあ、プロに撮影を頼んでいる人も、プロ並みの人もいます。 当然ね、何万人も eBay セーラーっているわけですから、まあ、写真のプロもいるし、プロに頼んで売ってるって人も当然います。それをね、カバーするにはもう素人は数で勝負するしかないと。で、実は、プロっていうのは12枚の画像を撮るのに、まあ、12枚っていうのはね、eBay で通常12枚まで載せないんで、目いっぱい使った方がいいんですけど、まあ、最低限120枚。で、もしかすると1200枚の撮影をします。ね、それがまあ、プロの仕事と。 ところが、なぜか、プロはたくさん撮っていい写真を選ぶのに、写真を撮るのがプロより明らかに下手な素人が、なぜかね、2、30枚撮影した写真、あるいは下手すると12枚しか撮影しないで12枚載せるとか、そういう写真の載せ方をします。これはもう確実に負けます。本来ね、プロが12枚を撮るのに120枚から1200枚撮ってるとしたら、アマチュアは3600枚撮って12枚を選ぶと。 いうところからスタートすべきなんですが、そこまで取りきれない、そんな変わんないだろうとかね、えー、いう甘いことを考えてやるから、まあいつまで経っても売れる写真が撮れないということがね、よくあります。次にタイトル。まあこれも重要ですよね。写真と同じぐらいタイトルが重要です。というか、タイトルが下手だとそもそもね、えー、その検索にヒットしないんで、その商品が、えー、出てないのと一緒ということになります。 で、購入者が調べるタイトルを、ね、キーワード。ね購入がし、購入者が調べるキーワードを左側に持っていくのが基本と。で、これね、もう何パターンもテストしながら売れるタイトルを見つけます。ね、一発でもこのタイトルでバッチシーなんてことはないんでね,ね。何回も何回も微妙にキーワードの並べ方とかキーワードの乗せ方を変えて売れるキーワードを見つけるんですけど、これまた手抜きしますね。 アマゾンとか他の eBay の出品者をちょろちょろってやってね、売れませんって言って一度もタイトル変えずにそのままずっとやると。もう絶対そんなやり方したら売れないです eBay だと。そして商品説明。ね。購入者が知りたい情報を漏れなく載せると。まあ、本物であることの補足説明。今すぐ買うべき理由。ね、でしかもこれね、長った,長ったらしく書くと書いてないのと一緒になります。 で、またよく見かけるのがね、商品説明だって言ってんのに、配送方法を書いてあったりとかね。まあ、商品説明、えー、楽天とかね、えー、独自ショップなんかでうまく書いてる例もあるんで、まあそういうのを参考にして、やはり同じように、ちょっとずつ書いていいのをテストすると。まあ、まあ、すごい根気がいりますよね。まあ、そこまで苦労して物を売る必要あるのかと。 ここまでね、いろいろ苦労するんだったら、アドセンスとかアフィリエイティブのがいいんじゃないかという気もしますけど、まあ、半分そうかなという気もしますけどね、でも実際問題、えー、それこれぐらいのことを、えーまあ、大変だけど、まあ、売るには必要なことですねと、儲けるためにやりますという根拠がないと、eBay では儲かる商品見つかりませんし、儲かりません。ね、見込み客がたどり着くためのタイトル。 初めて見た人にも何の商品かか一目でわかる写真。希少性があるからすぐに買おうと思わせる説明文と。でここまでやって完了じゃなくてね、これ入り口。でその先、リピーターを掴むと、ね。リピーターを掴んで、そのリピーターにね、何度も買ってもらうということをやらないと実際問題、eBay では儲かりません。まあ、Amazon で行うべきことに比べると、別次元に面倒な作業です。 でもこれを完全にやりきる自信がないなら eBay では稼げませんそして独自ショップ、ね、もう独自ショップ、ね、初心者でもできますとかね、えー、たまに何かで見かけたりね質問できますかってね、えー、聞かれますけど、まあ、独自ショップを、えー、甘く見るなという感じですねすんごい大変です独自ショップで儲かる商品を探すなら 日本やアメリカ、アマゾンでの商品探しよりも、さらに高い見切り力と1000万円の資金が必要です。商品探しだけで1000万円かかると思った方がいいですね。えー、なぜなら、えー、独自ショップって、ショップ作ってテストしますんでね、広告引っ掛けて。広告費かけないとね、えー、いつまで経ってもアクセス集まらないんでね、えー、広告費かけずにやろうなんて独自ショップやってたらね、 あの、一年経って一商品しかテストできなかったとか、そういうお粗末なことになりますから、まあ実際問題、一つの商品テストするのにね、えー、買って、サイト作って、広告やってって、だいたい100万かかると。ね。で、100万かけて、10回やって1000万ですからね。まあこれ1000万あれば十分ってわけじゃなくて、まあ、まあ1000万ね、なくなってもいいお金が、 あるなら、独自ショップチャレンジしてもいいけど、まあ、そうじゃないなら、独自ショップってどうだろうと思いますね。で、それにプラスして、eBay よりさらに高いカタログ作成能力とリピーターを掴む工夫が必要です。当たり前ですよね。eBay に比べりゃ、えー、堀秀夫商店とかって、独自ショップ作ったって誰も知らないわけですから、そもそもこっから物買って大丈夫なのかよと。ね、物本当に来んのかな、本物かなとかいうとこから始まるわけですよね。 偽物0届いても何の保証もないわけですしまあそうなるとねそれの信頼を得るショップを作るっていう工夫も必要ですしねまあ普通に考えたら奥の予算があった方が賞賛は高くなりますというか実際、独自ショップでね何かをリピート販売しようっていうのは奥のお金があってねまあなんか面白い事業ないかなとねでまあ今更カラオケボックスっていうのもなんだしね 飲食店開いても、まあ、食中毒一発あったら飛んじゃうから怖いしとか、そういうのでね、まあネットショップでじゃあ健康食品とかなんかね、あるいは別なもんかもしれませんけど、売ってみるかと言って始めるもんでね、副業でとか初心者でとかね、お金をかけずにとかそういう次元でね、やるのはもう本当にあの夢物語、無謀以外の何者でもないんでね、独自ショップは全く無理です。初心者がローリスクで取り組めるものではありません。 そう考えるともうね、オーストラリア、アマゾン一択と、ね、えー、もうこれはもう、えー、ハードルほぼないに等しい。仕入れ資金20万円で、私のアドバイス通り商品を探すだけです。ね、仕入れ資金20万もねえよ、という場合はね、まあ、そもそもビジネスとかそういう感じじゃないんで、 まあなんかね、アルバイトして20万作るかとか、不要品、ね、売って20万作るかというのならまだしもね、20万って金額にこのめまいがするような大金だと思うようであれば、まあそもそもね、えーまあ、副業といえどもなんかモノールとかそういうんじゃなくてね、えー、やっぱりあの、頑張って勤めるとかね、残業をいっぱいやるとかね、バイト掛け物するとか、まあそっちにした方がいいです。まあもっといい。ね、えー、もう本当に、 副業で初めて20万で、ねえー、毎月何十万も何百万も稼ごうというわけですから、この投資は今、ね、窓口が開いているオーストラリアアマゾンでしか、えー、生きてこないと。ね、もうアメリカ、ね、あるいは、えー、日本、eBay 独自ショップに比べるともう表紙抜けするほど簡単です。まあ、今のうちからオーストラリアアマゾンに取り組むことが初心者が稼ぐ一番良い方法です。 物販初心者には、オーストラリアアマゾンがおすすめの理由は、商品探しが簡単なだけではありません。オーストラリア人は間違いに寛大です。これ日本アマゾンでやったら詐欺師呼ばわりされて、悪い評価確定の事例、ね。ちなみに日本アマゾンで、今ね、激戦の日本アマゾンで、消せない悪い評価をもらったらね、もうその時点で終了というふうに考えた方がいいです。まあ、これね、カタログ。タイトルを見ると、白とピンクのセット販売に見える。 タイトルはね、ホワイトピンクって書いてあるんですけど、画像ピンクだっけ。で、しかし画像ピンク。だね、これ、あの、普通にね、えザーッと見て商品探してピンクだなと思って出品しちゃうわけですよね。セット販売だから価格差あるし。こういうね、紛らしいカタログ、え m アマゾンにはいっぱいあります。で、今回、ね、ピンク1点を FBA で販売したら、購入したから、ね、白とピンクのセットじゃないのかと、ね、クレームが来ました。そこできっぱり、 いえ、ピンクのみの販売ですと返事をしたところ、白とピンクのセットを買ったのにピンクだけ届いた。評価3。評価で返してきたと。評価3ってだノーダメージですからね、普通ってわけですから、これ、まあ、返品するとかね、評価1とかにだろうと。日本ならね。じゃなくて評価3でいいのと。日本なら逆に詐欺師呼ばわりですよね。 アメリカでも返品されます、今ならね。まあ、昔なら返品されなかった可能性もありますけど、今ならもう返品されますね。しかしさすがオーストラリア。不満はありつつも、まあ普通の評価さんと。一つ少ないけど、まあいいか。ね、といったところです。一つ少ないだ言ったってね、1ダース買って11個届いたんじゃなくてね、2つ買って1個しか届かない。ましてね、白とピンクで2色買ったつもりが1色しか届かない。なのにまあいいかと。 このおおらかさはね、オーストラリア以外だと考えられないなぜならね、もう普段からリアルショップやインターネットで、えー、インターネットショップでひどい目に遭い続けている OG は、忍耐力の強さと適当さが人間日本人から考えるともう別世界です。ね、何しろね、 あのこれ粘土買ったのにね、なぜか輪ゴムが届いたとか、マジックが届いたとか、そういうギャグみたいなのが、オーストラリアのネットショップですからね、それ考えたらね、2つだと思って買ったけど、1個届いただけマシかと、数ドルな話でね、目くじら立てるのみっともねえな、どうでもいいよと、ビールいっぱいの値段だしみたいな感じですよね、こういうふうに間違えた時も、 大した問題にならないというか、全く問題にならないんで、このストレスの軽さはね、初心者にはすごい重要です。もうどうしてもね、もう転売で稼がなきゃ、輸出で稼げれゃ死にますって人はね、まあ、どんな、ね、ストレスにも耐えるでしょうし、稼ぐでしょうけど、まあ、普通にね、日本で暮らしてて、で、山ン輸出やる人ね、まあ、あの、絶対稼がなきゃいけないっていう強い理由って普通ないんで、嫌なことあると普通やめちゃいますよね。 まあそう考えたら、うわ、美味しいじゃん、こんだけ稼げてっていうね、軌道に乗るまでに、えー、ストレスがあることは起こってほしくない、ね。そうするとね、えー、アメリカとか日本だとストレスがあること起こらないはずがない。ね、オーストラリアはこれで本当に委員会になってぐらいね、あの、ストレスなくするといっちゃうんで、まあ、そういった意味ではね、もう初心者に勧めるのはオーストラリアアアマゾイがねえなという感じです。まあ、大した努力もなしに。 儲かる市場で稼ぐと。日本やアメリカ、アマゾンで儲かる商品を見つけるのは難しい。初心者が eBay や独自ショップで稼ごうとするのは無謀。南の地の果て、オーストラリアはライバルのいないブルーオーシャン。私はできるだけ楽に稼げる場所を見つけて、効率よくストレスなく稼ぎたい。あなたが私と同じく、できれば楽して稼ぎたいと考えているのであれば、 勝ちやすいオーストラリアアマゾンを始めましょう。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポートページを見てください。オーストラリア市場でどんな商品が高く売れてるのか、私のサポートがいくらかかるのか、そういうことをご紹介したページに行きます。 でこれ動画今見ててね、こうクリックしても何も起こらないんですけど、という方は動画の説明欄のね URL をクリックしてください。以上、Amazon サポータ h 堀秀夫でした。